気合が入ってスタートしました。15頭が綺麗なスタートを切りまして、まず第3コーナーに向かいます。先行争いでありますが、外をつきまして一気にマイネルディスポットがやはり出てまいりました。リードを1馬身2馬身取ってまいります。そしてその後でありますが、チアーズブライトリー、エアエミネム、谷のトリビュートといきまして第3コーナーです。その後はメイクマイディは現在5番手、サンライズペガサス、そしてビッグゴールドが行きました。さらにこのグループにジャングルポケット、アグネスゴールドと加わってまいります。まず1周目後方からはダンツフレーム最高峰待機でありまして、まず1周目これから第4コーナーのカーブに近づいてまいりました。マイネル・デスポットが先頭です。そして谷のトリビュート、チアーズ・ブライトリー、エア・エミネム、その後にはジャングル・ポケットがちょうど中段の位置、サンライズ・ペガサス、これをマークするようにこのグループに入ってまいりました。そして後続集団はややばらけておりますが、正面スタンド前に入ってまいりました各馬であります。ジャングルポケットはちょうど5、6番手であります。アグネスゴールドが外から上がってまいります。ビッグゴールド、そしてサンライズペガサス、ワンモアバンクオン、マンハッタンカフェを打ち、そしてアドマイヤロードが行っています。さらに後続集団からは天山星座と、そしてダンツフレームが行きまして、各馬はこれから第1コーナーのカーブにかかります。先頭はマイネル・デスポットであります。そして谷のトリビュートが2番手、チアーズ・ブライトリーが3番手、アグネス・ゴールドが4番手であります。エア・エミネム、そしてこのグループにジャングル・ポケットはちょうど中段の位置であります。2コーナーから向こう上面に入りました。開地を逃げておりますマイネル・デスポット、リード3馬身ぐらい、そして谷のトリビュート2番手、チアーズ・ブライトリーは3番手であります。その後はまた3馬身ぐらい空きました。エア・エミネム、そして1馬身差メイク・マイディが行っています。その後はビッグ・ゴールドとその外アグネスゴールドが並んでいます。そして1馬身差でさあ中段の位置には外をついたジャングルポケットが行きました。マンハッタンカフェを内をついております。その後でありますが、1馬身ぐらいの差、サンライズペガサス、ワンモアバンクオン、アドマイヤロード、そして天山星座もこのグループに入ってまいりました。ダービーレグロが行っています。これから第3コーナーの上りに向かうところであります。その後は2馬身から3馬身差、ダンツフレームは相変わらず最高峰で、これから各馬3コーナーを上り詰めていきますが、相変わらずマイネル・デスポットが先頭、リードを4馬身から5馬身広げて下りにかかりました。そして2番手の位置でありますが、谷のトリビュートが行っています。その後はまた2馬身から3馬身差、ようやく後続集団チアーズ・ブライトリー、あるいはさあエア・エミネム、ジャングル・ポケット、そしてこのグループにはマンハッタン・カフェも加わってまいりました。アグネス・ゴールド、サンライズ・ペガサスと有力どころがようやく中段から先段に接近。天山星座もこのグループに入ってまいりまして、第4コーナーから今直線コースに向きました。マイネル・デスポットが先頭、マイネル・デスポットが先頭、まだリードが3馬身から4馬身、そして谷のトリビュートが粘っているが、懸命にさあ各馬が差を詰めてくる。マンハッタン・カフェ、マンハッタン・カフェ、そして外からはエア・エミネム、ジャングルポケットもようやく突っ込んできた。今4、5番手あと 100m を通過、マイネル・デスポットが先頭、マイネル・デスポット先頭、しかし外からはマンハッタン・カフェがぐんぐん差を詰めてきた。マンハッタン・カフェが並んでかわしてゴール。内からはマイネル・デスポットよく粘っていました。その後にエア・エミネム、ジャングルポケットと続いています。